地層戦士チバニアンの巻。バトル会。ええ、そうです。先日の隕石はこのアニメの改編を目論んでいるバトル会の陰謀でした。ギャグからバトルアニメにしてどうすんのよ。前回の柏伝説 R の時にシリアス会がメインストーリーをシリアス展開にしようとしたのと同じ目的じゃない？はい、おそらく全くバズらないこのアニメのテコ入れが目的でしょう。しょうもな。いいんじゃない、ギャグからバトルは王道だし。無理なテコ入れは良くないよ。何にせよ主導権を握るため今回はこちらから迎え撃ちます。そのための移動式高校？すごい。いや、設定から誰か突っ込みなさいよ。で、ここは市原市ですね。市原なら象の国じゃないの？はっはっはっは、よく来たわね。国際地質科学連合により世界的な地質時代の区分としてチバニアンと命名された歴史的にも大発見のチバセクションとはまさにここのこと。説明長いな。詳しくはインターネットで検索してね。だったら全部端折りなさいよ。そして私はバトル界四天王が一人、ゴーレム使いの橘光よ。誰でもいいからかかってきなさい。それなら同じメガネっ子代表として私が行くよ。いちかちゃん？いや、みんなでかかればよくない？それはできません。なんでよ。あいた。何？なんか見えない壁がある。やはり。何？どういうこと？基本1対1でしか戦えない少年バトルアニメのお約束が発生してますね。今回何でもありだな。こんなこともあろうかと学校にロボを持ち込んどいて正解だったよ。そんなポンコツで私のゴーレムに勝てるかしら。ゴーレムの倒し方といえば、体のどこかに刻まれた真理を意味するエメスの E の文字を削って死を意味するメスにするのが定番。いくよ。何？背中にゴーレムってまんま書いてある。あなたの考えていることくらいお見通しよ。ならばこうだ。そんな攻撃じゃ。メスか？なんで？睡眠の文字が足されてる。ゴーレム睡眠ってこと？泥のようには寝れないけどね、七人形だけに。で、私は今まで何を？どうやら操られていたのは光さんの方だったようですね。ゴーレムが眠ることで逆に目が覚めたんだね。いやいやいや、そうはならんだろ。なっとるやろがい。さあ、残る四天王はあと3人。僕らの戦いは始まったばかりさ。いや、お前らが締めるんかい。ミルフィーユみたいに重なってく毎日、千日が経って終わったら、どんな味するかな、いっぱいおかわりしたい、一度きりの特別グッズだ今日を。今回の舞台は市原市。何気に工業都市として愛知県豊田市に次いで2位だったり、ゴルフ場の数が日本で一番多かったりするすごい市なのよ。日本12大工場夜景の石油化学コンビナートの夜景は一見の価値ありね。チャンネル登録してね。